コーナーよりバレンタイン・オーフレーム選手の入場です。前回のですね、はい、あのアイブルセンセーションがすごかっただけに、はい、この人もかなり触発されてるんじゃないでしょうかね。そうですね、オーフレームはですね、アイブルかなりライバル視してるようですよ。はい、したがって今回おそらくかなりの火花が飛び散るんではないでしょうか。バレンタイン・オーフレームです。工場の金原が見れるんじゃないですかね。そうですか。さあ、いつものようにこの重々しいテーマに乗りましてやってまいりました。ランキングは9位です。金原博光。第2試合ランキング戦、30分一本勝負を行います。青コーナー190センチ、 98.5kg、 リングスオランダ、バレンタイン・オーフレーム。赤コーナー178センチ、 93.3kg、 ランキング9位、リングスジャパン、金原博光。さあ、第2試合はランキング戦です。30分一本勝負、ランキング9位の金原博光対ノーランカーのバレンタイン・オーフレームの試合です。したがってオーフレームが勝てばランクインということになります。こちらが噂のオーフレームです。まあ、同僚というかライバル視されている同じ22歳のギルバート・ワイブルがものすごい日本でのデビューを飾りました。それにおそらく刺激されていますでしょう。坂田さん、このオーフレームに2勝してるんですよね。はい、まあ、過去の話ですけど、どんな感じ、戦ってみて印象受けます？いや、すごいセンスがあるんで、それとあと奥が深いですね。その潜在能力というのは誰も認めますよね。そうですね、そういうところが一番怖いですね。さあ、入念なチェックを行っています。一方の金原選手、前回はこの放送に参加してくれましてお休みという形でした。その間に体が、首がだいぶ良くなったという話もありました。体重がちょっと今回は減ってるんですね。前々回から見ますと、はい、前回は前々回96キロだったんですが、93.3キロと少し絞れたという感じで話してくれました。かなりいい練習を積めたんでしょうね。でしょうね。首の後ろの、もう面白い音がロキッと響きます。おっと、これは返しました。早いですね、オフレームも。
この金原選手のですね、その打撃っていうのはオフレームも認めるところがありまして、今日はいい打撃戦ができそうだと言ってましたね。2人の体重差は 5.2 キロあります。重たいのが大きい。ちょっと引っかかりましたね。藤田と、そしたら連打していきます。今度は引けた、この引けた、これおでこにヒットです。もらってしまいました。金原夢スリー、もうすごいパワーを感じさせます。川さん、もっとゆっくり休んだ方がいいですね。もっとゆっくり休んだ方がいい。そうですね、今ちょっとまたぐらつきました。時間を十分使いたいものです。金原夢道オフレームの中に来ました。前頂点ついてくる。いやそうですね、よく見てましたね。おっと足を取られています。おっとおっと足ひねりました。トラブルですね。ドクターが入ってきます。倒れた時に出たんですかね。足ひねりました。膝じゃないですかね。内側、金原さんがタックル行った時に、こう膝を折るような感じで内側に曲げたタックル得意なんで、はい、それの時にひょっとしたら内側の靭帯がどうにかなったのかもしれないですね。これレフリードクターストップになる可能性大ですね。スプレーミニスミニス。スプレースプレー。これストップですね。ですね。これルール今回から変わってまして、ドクターストップあるいはレフェリーストップ、いやドクターストップの時はその時までのポイントっていうことになりましたよね。ロストポイントですね。ということはオーフレームのこれ勝ちになってしまうんですか。はい、あでも立ち上がりますね。これいけるかもしれません。まあ、こういうのは、いや前田さんはストップを主張してますね。あん、いやいや、やりそうですよ。あこれはファンにとってもありがたい続行だとは思いますが、そうですね、本当これからでしょうかという感じですからね。ルールはですね、今一回読み上げますと、この大会からアクシデントによるドクターストップの場合はその時点でのロストポイントによって勝敗を決定しますから、今終わっちゃいますと金原の負けになります。ちょっと本が集まりますね、ええ、これはしかしもうオーフレームは結構回復したんじゃないですか。そういう感じありますね、でもかなりきついと思いますよ。やっぱり、ね、選手の立場からするとやっぱりそういうのがあってしまいますね。オフレームは見かけないと真面目ですからね、やりたいってあるんじゃないですかね。今情報が入りまして、やはり金原のタックルでひねったようですね。ダウンの後のアクシデントだ。今聞こえているのがこの本部での審議の様子です。ダウンダウンで痛い。ネクストタイムあと1回だけ再開いたします。条件がついたようです。とにかく続行になりました。ポイントの変更はありません。そのままのポイントでいきます。金原が、ダウンしてますので2ポイントを失っています。はい、気にはしてるけど大丈夫なんですね。おっと、ちょっと踏ん張り効きませんね。力は入らないと思いますけどね。蹴ってもいますからね。動きがちょっと鈍いようです。試して前に出したようですけれども、グラウンドに持っていきました。立ち上がります。足を取りに行く。グラウンドでは金原が勝っていますでしょう。上に乗っています。さあそして返しましたね。タイム入れ替えました。オフレーム早いですね。いや、いいですね。すごい反応いいと思いますよ。非常に体自体が切れてるという感じがあります。おっとフェイントをかけながら右の小手まっすぐついてきました。佐賀さんどうですか、バランス見て。そうですね、立ち技はちょっとやっぱりしんどくなったようですね。そうですね、自分から仕掛けるのは辛いんじゃないですかね。今ロープを利用しました。これはいきませんが流しています。金原さん、もうちょっと立ち技の時顎を引いた方がいいですね。あ、そうですか、はい、さあ両者が分かります。これは意識的にオーフレームの方が距離を取っているようです。これもうちょっと時間稼ぎたいんでしょうね、おそらく。そうですね、それもありまして、まあ、今いい逃げ方をしたんでね、はい、金原選手もタイミングが良かったんですよ、はい、はい、おはい、でもこういう感じでは打てます。オーフレームはもう一発狙いでしょうね。あ、なるほどね、長引かせたくないですよね。わーっと入った今はなんかレフリーの死角から足を伸ばしていきました。うかつに後頭部にもらってしまいました金原。今後頭部と言いましたがサイドの方でしょうかね。かなり鋭いハイキックですよね。
今度直線に近くなって合ってきますよね、足が。これは油断できません。おっと、金原も少し、オフレーム膝狙ってますよ、はい、タックルに合わせて膝とか狙ってます。飛び蹴り飛び蹴り、足を巻き込みます。4ポイント、金原がポイントを失っています。上になっているのが金原。いや、はい、手を取られた。ロープを探していたわけです。今の坂田さん、首を取ってたんですね。そうですね、首ですね、ネックロックです。あ、金原さん、ちょっと一息ついた方がいいですね、ここは、はい、ちょっとリズムがバレンタインオーフレームに傾いています。5つ目のロストポイント、金原。さあ、膝合わされますよ、はい、怖い間合いになりました。下がってきます、オフレーム。さあ、5点の足だ。タックルか、捕まえたのか。また首いきますね、オフレーム。ああ、首をしっかり掴んでいます。身長は189センチあります、オフレーム。ギブアップ。おっと、またロープ探してます。ロープエスケープ、6つ目。これ、坂田さん、オフレームはかなりかいな力もあるそうですね。そうですね、で、今日オフレーム今もう的を絞ってきてますね。どこに？立ち技ではカウンター、ええ、あとグラウンドではもうネックロック1本に今絞ってると思いますよ。あ、はい、今画面、このちょっと前ですけれども、はい、下にいる高坂に何か指示を仰いでいました。金原です。ちょっと金原選手は頭の中で混乱している部分あるんじゃないですかね。あ、そうですね、いつもならもうちょっとサイドから攻撃するんですけど、はい、おー、これは強一、うん、強烈強烈、今体勢低くしたところに合わせましたね。止めた方がいいですね、止めた方がいいですね。タオルタオル、高坂がタオルを投入しました。危ないですよ、これ危ない危ない、動かない方がいい。いやー、一戦4分35秒、テクニカルノックアウトでバレンタイン・オーフレーム選手の勝ちでございます。前回ギルバート・アイブルが野獣の速さを見せましたが、このバレンタイン・オーフレームもそれを持っています。いや、本当その通りですね。まあ、あの、多分金谷選手タックルにこうというフェイントをかけようと思ってたと思うんですけど、体勢を今低くした瞬間に狙いましたからね。いやー、オランダには2匹の猛獣がいますね。そうですね、もう1匹現れました。完全に頭角を現したと言ってもいいでしょう。目がいいですね、オーフレームは。目がいいですし、感が鋭い、はい。いやー、坂田さん、どうですか今の勝ちっぷり。いやー、これで負傷してるんだから怖いですね、本当、ベストコンディションの時が。あ、やっぱりちょっと足をかばいながら降りてまいりました、はあ、でも、まあ、オーフレームとアイブルですね、はい、まあ、オーフレーム、まあ、アイブルの方が、はい、斧とかね、そういうものに例えたとしたら、オーフレームは日本刀のようなね、切れ味がもうすごいんで。確かにそうですね、はあ。まあ、その斧と日本刀の仲が、熊久保情報によると悪いんだそうで、はい、非常に悪いそうですね。非常に仲が悪いそうです、はい。まあ、ただちょっと金原さん、今日最初の打撃もらった時に、はい、向きになって打ち返す、あれが打ち返そうと思ったと思うんですけど、そうですね、いつもならもっとサイドから攻撃できるんで、ちょっと金原さんらしい冷静さなくなっちゃいましたね。そうですね、いつもの調子だったらまた違った展開になったと思います。はい、金原は笑みを見せています。どうやら体は大丈夫のようですが、やられたなというところなんでしょうか。まさに最初の一発が勝敗を決めたんでしょうね。確かにそうですね、いつもの金原らしさはこの試合出ませんでしたが、これでオーフレームはこの時点でランクに入ってきたわけです。金原を倒しましたので、オーフレームが9位に飛び込んでまいりました。うっそー、何で止めるよお前。Okay. Okay. You okay? Yeah. Okay. I twisted from the ground. So okay. いや、最初の一発目でもう意識が飛んじゃったんで、多分その後の反応がもう全て後手後手に回ってるんですよ。反応が全部遅れちゃってるんで、それで最初のもう一発で飛んじゃいましたね。でタックル行って膝ひねってバキバキってなったから良かったんですけど、そこからまた続いたんで、もう効いちゃってましたね、はい、タオルが来たのも分かったんで、それを取って投げ返そうかなと思ったんですけど、なんか足がもう動かなかったんで聞いたんじゃないですかね、酔っ払ってたみたいって言われたんで。蹴りが普通みんな横からもらうんですけど、彼の場合後ろからもらってるんで後頭部が痛いですね。
こう回ってこう、僕後頭部にもらったの初めてなんですよ。こういう向かい合って位置で横からじゃなくてこう後ろから全てキックが来たんで、頭が後ろが痛いです、首の辺が。